これね、この着物実はね、あのモノバンクさんの、いろいろ分かるかもしれないけど、市場に行こうとした時、あそこに下になんかあったらやっぱつい見るやん。で、あそこに量り売り証取った、これだけ実は500円を取った、この着物これ500円だったよね。で、これそれこそちょっと分かりにくかろうけど、これな、これこれ、あとこれ、これな、これな、何ほら、台帳書くときなんて書くと、これ押してきた。じゃあこれな、これ金、もうあったじゃあこれさ、これさ、ちょっとあ、これ食事中にごめん、いや、いいよいいよ、直接さ、これはい、こっち、これなん、これ、これ、これなんですか、え、ちょっとちょっとこれ取り寄ってて記憶してる、あのね、これ、これもう河川中の河川よ、はい、ね、で、これ、これは、これ紬ですか、いやいや、これも河川なんよ、はい、河川に思えんやろ、思えないんですけど、そう、はい、そう、だけどパッと見た時に河川に見えんやろ、はい、うん、で、これだけ500円なんですよ、河川なので、あ、だけど分かりにくい河川なんですよ、うん、っていうので、ちょうどこうお茶の稽古とかするのに、ちょっとお湯こぼしたりとか、でもこうお家でパッパってこう、パッパってこう、あの、なんていうの、固く絞ったタオルでこう拭けば拭えるので、もうお稽古着に最高なんですけど、うん、っていうようなやつですね。だからろくに査定しちゃいけない、山で計算するようなやつなんですけど、あのお茶の稽古の時には最適なんですよ、っていうやつですね。で、あのこれはですね、これなの有足文様と言います。こういうので、有足文様の切りばめもだけこう貼ってあって、あのなんかな、全部正倉院とかでに、あの入っておるような名物切れの写しの、切りばめですね。これはあのたまたま福岡の市場に京都から持ってきちゃった時に、これだけ昔ネットでも出しましたよ、何本かあって、でその1本のうち買わせてもらったやつなんですけどね。ちょっとあのこれ詫びた10月にいいかなと思って、そう、これは河川ですよ、はい、この棒、ああ、これはそうですね、だけ普段は河川にしとくと、もうこれ家で洗えるけどね、もう普通に二部式地盤で、あの河川です、ですね、というやつです。なので、あの何ていうの、別に着物は高いとかなんかじゃなくて、上手に買うとあのかなりあれなので、あのちょっと本当はそういう売り場を持ちたいんですけどちょっと場所がないのでネットでやってますけど、はい、っていうところですね、っていうところです。なので、あのこれは有足文様ですね、なんか全部名前があります、実は、うん、で、あの本当はね、お茶ってあのなんていうかな、こんな半幅帯でするんだけど、お稽古やけん、これで許してもらってます。あの枕がないのはかなり楽なので、うん、あのこう枕を上げて持ってたら、もうここが痛くなるっちゃ、長い時間するとね、だけん、あのその分は楽なので、そういう形ですね、はい、あ、ごめん、食事中にすいませんなので、本当はひとえの季節はいつといつですか。どんたく過ぎたらひとえもんっていう言葉があるって、博多には、うん、だけど本当はほら、衣替え、学校の衣替えを思い出して、そう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 、10月から普通長袖に変わるっていうやない、そう、なので5月までが合わせでね、10月からは合わせなんですよ。だけど今こんなに暑いけんさ、ちょっと厳しいやろ、特に5月なんてもう暑いやろ。で、昔から博多はどんたく過ぎたら一重もんって言って、どんたく過ぎたら一重もん着ていいことになっとった、うん、で、先取りは言ったよね。だけど10月なのに一重着とうとか浴衣着とうとかだとちょっとあれなので、うん、あれなんですけど、まあお稽古なので一重着てます。あとウールは一重なので年中一重です、あればね、よそ行きじゃないので。よそ行きはもう合わせを着ないといけないんです、10月になったら。
っていうこと。一重の季節っていうのは、6月と9月です。本当は歳時期だけ厳密に言うとよ。で、7月と8月が薄物の季節です。で、もっと厳密に言うと7月8月はロー着てもいいんですけど、シャは8月しか着ていけませんという約束があります。厳密に言うとだけ、そういうドレスコードをきちんと合わせしないといけないという集まりの時にはそれを守った方がいいんですよ。砕けたような時はそんなにいいんですけど、ちゃんと、きちんと守そういう、守らないといけない時にはそれをしとかないといけないってところです。で、シャ合わせっていうのがありえない。シャ無双とかシャ合わせ、これはその人への時期に切る合わせです。だから先取りはいいからね、5月もうどんたく過ぎたらシャア合わせ着てていいと思います。5月6月それと9月だけど、それがさちょっとこう初夏を思わせるような柄行きやったらもうやっぱ5月6月しか着られんって、ということでシャア合わせっていうのが気道楽の極みと言われてます。で、塗ってくれる人ももう地方にはなかなかいなくって、京都でしかなかなか塗ってくれる人にはいませんってやつ。塗り代だけが3万5千円とか、結構かかる。もうだけ気道楽ですよ。で、そういうのが自分のサイズでちょうど中古市場とかにこう出とったりすると、これお買い物、お買い得品で、ね、今年夏実はあったったよ、またうちに。なのに忘れとったの出すのいい感じのがあったった実は。で、こないだ整理しよって、あら、これ出すの忘れとったと思って。さあ、ドライデーは出します。だって今出されたってもうね、こんな季節とかない出し方ないやろ。ちょっと失敗しました。で、こいつはちょっとあとさ、衣類、ここの衣類で出せるやつもですね、出さないが。うん。それもせないからね。だけど、なるべくね、こいつさん、そういうの外回りとかなんかを、ほら、だって彼は夜出品ができるやない。だけそういうのを言ってもらって、小石さんがそういうのをするっていうのをちょっと動線作った方がいいと思った。だけど、そんなのもしよったらもうそれで終わってしまおうか。だけど、外回りをなるべく酒井君とかにしてもらって、そういう小石さんじゃないとできんこと。この辺できんけん、彼らには。衣類のこととかは。だけど、今出しとった方がいいものとかをこう出すとかいうので。で、もう一人の人に、ノート書くのとかなんかを助手で手伝ってもらったりとかしながら、彼らの出品は夜できるけん。だけど、昼間小石さんの助手をこう、だけど、誰か一人外回りしてもらえる間に、こっち側で売り場の衣類とかを季節ごとに出すみたいなね。で、あまりにも高級品でうちに動きそうなやつはもう店だけ出さんけん、シャネルエルメスのとかいいやつ、こっち側のやつ、寝頃感になるやつだけにしとって。分かりました。じゃないと無理やけん。そこで何倍分かるやろ。分かります。もう秋冬物です、今から。なのでもう夏物とかを逆に引っ込めて、はい、だけどなんかフィットネスクラブとかで着れそうなやつとかいいよ、一年中みたいなやつは。 そうですね、その辺は、そう、なんかこう中に着れそうなものとかやったらもう別に何も関係ないです。こんな感じで秋の三席を今からちょっと。あ、これさ、神奈月っていうのは10月、神奈月、神がない月で、神様がどっかで集まるって。どこで集まっちゃうと思う？で、今月誕生日の今村くんは自分の誕生日の付き合いでちっちゃしとかなと思って集まるってことはしとったんだ。で、彼は伊勢に集まるって言って。で、伊勢には集まらんと思うよって言った。神様はどっかで集まる。だけどそこの地方だけは神奈月って言わんで神有月って言うんですよ。なんか聞いたことはあります。どこに集まると思う？出雲大社に集まるんですよ、なのでみんな10月は他の神様いないから、神社に神をもらってもみんな留守っちゃうのね。だから神様出雲に集まるらしいよ、今月は。っていうので神奈月の頃ってどこやったか、何の作品やったかなと思ったら吉田健康のつれづれ草でした。あと昨日調べました。で、秋の三席って言ってちょうどこう秋の情緒を歌った三席があるんですけど、
あの3つの夕方って書いて三席。これがちょっとパッと出てこんもんやけん、ちょっと今から調べとこう。もう去年も習ったのに頭入ってないということで、名物儀礼ですね。お私服地でお茶入れの着物に使われるけど、あといろんなところにお切れ字。JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。